味方ヶ原に妖魔を相手に俺たちの家は壊させない。何が起きようとどんな世界でもな。他の方が騒がしいよ、うん、普段の武将がいるのはそちらのようだな。なぜだろうな。正則を見ていると丹念を思い出す。さあ好きそうで暴れやがって。おい、もっと人数を集めてこい。ところで何をしている？のおっさんか。見りゃわかんだろ。喧嘩だよ喧嘩。やれやれ。やるな清正。この勢いだ。お前がこの辺りを騒がせているやつか。なんだお前は。喧嘩売りに来たのか。どこをどう取ったらそうなのよ。バカも。絶対負けねえ。まだだ。まだ敵はたっぷりいるぜ。やれやれ。何やっているのだあいつらは。厄介な奴が増えただと。援軍を急がせろ。終着至極に存ずる。に乗り上がって。戦の最中のあいつら。やってくれるじゃねえか。
俺が押されてる。マジありえねえ。残りの奴らも進軍させろ。数で押し潰せ。で口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将やってやった。俺こそが天下無双のモノノフだ。終着至極に存ずる。面白いことになってんな。敵の親玉が出やがった。ちょうどいい。あれが的だ。あいつを先に倒した方の勝ち。これで文句ねえだろ。ここを越すな。受けてた。似たようなバカだ。想像した倍以上。俺は少々頭痛がしてきた。すげえな、清正。飛んでくれよ。ここで口当てろ。やるじゃねえのよ。楽しかったぜ。じゃあな。俺たちの勝ちだ。この先も勝ち続けてやるさ。ま、よし、